金丸信、1914年9月17日から1996年3月28日は、日本の政治家、衆議院、議員、12期、防衛庁長官、第35代、副総理、民間活力導入担当、建設大臣、第34代、自由民主党国会対策委員長、自由民主党総務会長、自由民主党幹事長、自由民主党副総裁、第9代などを歴任。1914年9月17日、山梨県中駒郡今、諏訪村、旧白根町、現南アルプス市に生まれる。父は金丸安蔵、母は徳で真は長男。祖父は山梨交通電車線のルーツ、甲府電車軌道の中心的人物であった、金宗之助。叔父には、県会議長などを務めた、小宮山清蔵がいる。金丸家は、酒造業を営み、多くの使用人を抱えている裕福な家柄だった。西野小学校を卒業の後、旧制校府中学校に入学するも、素行不良により退学となり、父の友人が校長をしていた、旧制身延中学校、現、山梨県立身延高等学校に入学したという。1933年に東京農業大学農学部へ入学する。卒業論文は応答栽培の進化。農大卒業後、旧制身延中学の恩師が校長を務めていた、旧制韮崎中学校、現、山梨県立韮崎高等学校で、博物、生物学の教諭となる。また、柔道を教えたり野球部の監督もした。1938年、徴兵により入営する。軍隊では、関東軍電信3連隊、第2中隊に配属されて、満州に渡った。しかし、間もなく、風邪をこじらせて、新京、現、長春の病院に入院、内地総監となり兵役免除となった。帰国後は、茨城県久慈郡、現、茨城県常陸太田市の姉夫婦のもとで、しばらく静養をした後に実家に戻り、家業の造酒屋を継ぎ、山梨県酒造組合常務理事に就任している。戦時下には造酒屋の企業整理命令70件ある造酒屋を半分に減らせとする内容が下された際には、造酒屋を廃業し、同業者にも命令に従うよう促した。その後、溶接に使う酸素を作る日東工業を設立したが、敗戦とともに事業を畳んでいる。1941年には、大成翼賛会山梨県支部の発足に伴い、翼賛壮年団が結成されると、翼総団軍世話人として踊らし、翼総団長で戦後には、山梨中央銀行頭取として、県政財界に影響力を持っていた、名取忠彦の知遇を得ている。戦後には、家業の酒造業において焼酎を作る。中央発酵化学工業を設立して成功を収める。また、戦前から知遇を得ていた名取忠彦に地場産業振興のためにと進められ、撤退予定だった会社のワイン工場を買収。このワイン事業でも大きな成功を収める。造酒屋時代、税務署の造酒屋は酒を密造し、税をごまかしているという態度に怒りを覚え、政治の道を志したという。戦後、父の安蔵と共に公職追放となり、同じく公職追放となった名取忠彦は台頭する左翼勢力に対して、翼総団時代の同志を集めて、脈々会を結成し、金丸もこれに参加する。1951年、昭和26年の公選第2回となる山梨県知事選挙においては、捕獲連合の推薦を受けた天野久志が当選するが、名取や金丸は天野を要教分子として敵対する。知事就任後に、名取が山梨県総合開発審議会会長として迎えられると、金丸も天野に接近し、1953年、昭和28年の第3回参議院議員通常選挙では、名取の実刑で天野の推薦を受けた広瀬久忠の参院選馬に際して選挙活動に従事する。このことがきっかけとなり、金丸は衆議院議員選挙に担ぎ出される。その際、広瀬の勧めで自由民主党の中でも保守本流とされる佐藤派に入るように勧められ、佐藤栄作のもとを訪ねる。1回目は、君には資格がないと追い返されるが、2回目で、無事、佐藤派に入る。1958年5月の第28回衆議院議員総選挙に、自由民主党公認で、山梨県全県区から出馬。トラックの荷台を舞台とする選挙カーで、選挙運動をする。これ以後も、金丸は選挙の際、トラックの荷台を舞台とする選挙カーを利用した。なおこの選挙活動中佐藤は1回だけ応援に来て、北駒、韮崎、長坂、白根、櫛形、梶賀沢、市川大門、身延にて応援の選挙運動をした。また、学校での友人や教師時代の教え子、自分の会社の者などによる選挙運動も行われた。5月22日の投開票で 69,354 票を得てトップ当選を果たす。選挙後、妻、玲子を狭心症で亡くす。同期当選には竹下登、安倍晋太郎、倉成忠らがおり、彼らと親交を深めた。特に竹下とは自分の長男、安信と竹下の長女、一子を結婚させ親戚関係を結ぶまでになった。1960年の日米安保条約改定に関する一連の騒動の際、混乱する国会の中、清瀬一郎衆議院議長、当時を担いで議長席まで運び、会期延長と新安保条約可決へとつなげる。なお、この際に撮影された写真が、米国のライフ誌に掲載され、後の米国との交渉の際に役に立ったと、金丸は後に自伝で記している。佐藤派幹部の堀繁を政治の師匠とした、なおしばしば、金丸は上方まで堀に習っていると言われたが、本人はそんなことはないと言っている。1972年1月、当時の自民党国会対策委員長だった塚原俊郎が、労働大臣に就任したため、塚原の後任として、国対委員長の職に就く。当時国対委員長は、閣僚経験者がなる職であり、入閣のしたことのない金丸の就任は、異例中の異例であった。だが、その後に行われた自由民主党総裁選挙の際、官僚出身の福田赳夫を支持していた、堀の意向に反し、同じ党人派の田中角栄を支持し、田中派結成に奔走した。これは、金丸が田中角栄を大変評価していたことに由来する。なお、堀にはその旨を伝えており、師弟関係が崩れることはなかった。田中角栄は、金丸の総裁選での活躍を評価しており、君には建設大臣をやると言っていたが、第一次、田中角栄内閣では、木村武夫に持っていかれてしまったものの、金丸は国対委員長に留任、第二次、田中角栄内閣で初入閣を果たす。その際、迎賓館の改修や中央自動車道の工事着手を行った。しかし立花隆の明らかにした田中金脈問題で、田中は首相を辞任に追い込まれる。続く、三木武夫内閣では国土庁長官に就任。また、三木おろしの機運が高まった際、金丸は三木に衆議院解散を勧めたというが、三木は解散を決断せず、金丸は三木への不信感を募らせたという。金丸は三木への対抗馬を一本化しなければ、三木を下せない以上は福田赳夫でまとめるしかないと考え、仲がこじれていた堀と福田の関係修復を修正す。三木退陣後は、福田の総裁任期は1期2年のみでその後は、太平に禅譲するという。大福密約の保証人となったとも言われる。1976年12月、福田政権の元衆議院議員運営委員長に就任。同時に、堀が衆議院議長となり、私邸で衆議院の票のトップと裏方調整役を担当した。1977年11月、福田改造内閣の防衛庁長官に転じる。長官時代、自衛隊が外国に脅威を与えてはいけないという人がいるが、敵に脅威を与えずして何の防衛かと発言する。また、クリス・ヒロオミ討幕議長の現状の法制では、有事の際に自衛隊は超法規的行動を取らざるを得ないという発言に対して、文民統制に反する発言であるとして金丸が激怒し、結果、クリスは自ら辞職せざるを得なくなった。後に、クリスの更迭について、私の原点は出征する私を、両親の目の前で殴った憲兵の横暴である。シビリアンコントロールがいかに大事かということは、習わずとも、身に染みていると回想している。長官在任中の1978年、在日米軍基地で働く日本人従業員に対する負担を表明。反発が予想されたため、金丸は思いやりの気持ちで行うべきと発言。これが現在に至る思いやり予算である。この年、福田派が総裁再選への流れを作るために解散風を吹かせるが、金丸は大義名分のない解散には反対する。解散が閣議で諮られたら署名を拒否する。と公言。福田は金丸を注意するが、結局解散できぬまま総裁選が行われ、田中派と同盟関係にある大平が福田を下し、総理総裁の地位につく。太平政権では2度目の国対委員長に就任。白昼国会の当時、与党は竹下が委員長を務める衆議院予算委員会において半数を割っていたことから、予算案可決のため金丸は野党の公明党、民社党から性行為を取り付ける。しかし、太平首相は予算組会を拒否し、委員会では否決させて、本会議で原案通り可決させることを指示したため、金丸ら国対委員の面目が潰されることとなった。この最中の1979年3月に、堀が死去している。1980年5月、憲政史上初の衆参同日選挙が行われた際、世代交代論を唱える。これは、40日構想を見て、政治を若返らせねばならない。70歳。80歳の派閥の長が指導する時代ではないと思ったことに由来する。その本心は、口述する理由により、中曽根康弘の政権樹立を阻止するためだったとされる。これがきっかけで、田中と金丸の仲は悪化し、一方、竹下と親密な関係を築いていく。堀から、冷や飯を食って大しのぶという政治信念の薫陶を受けた金丸は、政界風見取りと呼ばれた中曽根康弘の立ち回りを肯定できず、中曽根が自民党総裁になるまでは日本一の中曽根嫌いを辞していた。田中が中曽根を総裁に擁立するつもりであることを知った金丸はおんぼろみこしとまで批判していたが、中曽根内閣では自民党総務会長、幹事長、副総理と重用された。鈴木内閣の末期に開かれた中曽根派と田中派の料亭会合の際に、表向きは和解したとされており、内心は中曽根を生涯嫌っていた。その際に、中曽根は腹も太いし、三木武義以来の大物だと金丸を評している。1984年、側近の小沢達夫を推す田中の意向に反して、中曽根総理は金丸を幹事長に指名した。翌1985年、田中派内に勉強会、創成会を結成する。結成前、田中は派内の勉強会と考えて容認していた。しかし、結成の狙いが金丸の親戚である竹下を後継領主とするクーデターであったことを知り激怒。切り崩しに遭うも立ち上げに成功した。田中は直後に脳梗塞で倒れた。1987年7月、創成会は形成会竹下派として、正式に独立。竹下の総理就任後は、形成会会長に就任した。同年に初当選してから文字通り二人三脚で歩んできた混築関係だったが、頂点を極めた頃から、隙間風が吹くようになった。総理に就いた頃から、竹下は独自の行動を取るようになり、竹下が連絡を取らないことをなじった金丸に配慮して、その後はたびたび極秘裏に、金丸邸を訪れることになる。1989年、消費税導入による不人気とリクルート事件が発覚し、竹下内閣は総辞職、竹下は謹慎し、後継総裁には宇野宗介が就いたが、話を聞かされていなかった金丸は、元総裁の福田赳夫、高齢ではあるが、後継総裁として擁立に動いていたため面目を失った。最初に、右脳ありきの状態だったことを自虐して、自らを、雇われマダムと評した。とはいえ、右脳政権が1989年参院選の過半数割れの大敗により2ヶ月余りで倒れると、最大派閥の会長である金丸は大きな力を持つようになる。右脳の退陣後、ニューリーダーがリクルート事件の影響で出馬できなくなったため、野党とのパイプを持つ金丸自身も候補に上がるが、竹下らの反発で潰され、出馬に意欲的であった川本俊夫に電話し、出馬を辞退させた。社会党のマドンナブームに関し、バーのマダムが当選したようだが政治がわかるのか。国家国民のためにならない政治家が生まれるのは問題だ。と発言した。結局、川本派の海部俊樹が総理総裁に選出されたが、参議院の自民党過半数割れによるねじれ、国会において野党との協調が政権運営に不可欠となった状況で、国体族のベテランであり、最大派閥経成会の会長たる金丸と同じく国体族で経成会オーナーの竹下、さらに両者の引責で自民党幹事長の小沢一郎の経成会中枢3名の県政が海部首相のそれを凌駕し、根畜相と称された。金丸は竹下派7奉行の中でも特に小沢に目をかけ、1989年8月、竹下の反対を押し切って47歳の若さで自民党幹事長に就任させるなど、小沢の強力な後ろ盾となったが、7奉行の中で最年少の小沢朝陽は、橋本龍太郎や梶山清六ら竹下に近い議員の反発を招くことになり、後の竹下派分裂の引き金となった。1991年10月の自民党総裁選では、当初、小沢一郎に出馬を促したが本人が固辞し、他派の領袖を擁立することとした。派内の橋本龍太郎が高い一般人気を誇る中で、金丸と小沢は派内の異論を押し切って宮沢喜一を支持した。なお、金丸本人は渡辺道夫支持に最後までこだわった。東大出身者以外を露骨に見下す癖のあった宮沢を金丸はもともと毛嫌いしていた。しかし、宮沢が当時の世論、財界の圧倒的な支持があったこと、経成会と宏池会が長年の蜜月関係にあったことから、しぶしぶ宮沢支持に転じた。派内の渡辺支持派は金丸が渡辺支持を断念したことにより、一気に派として宮沢支持に移行した。とはいえ、宮沢を支持するという金丸の報告を派の集会で白手承認すると段取りだったにもかかわらず拍手がまばらで、金丸が叱りつけて、ようやく拍手が増えるという、ぎくしゃくした状況であった。宮沢政権誕生の功績で1992年1月、自民党副総裁に就任し、宮沢政権の支柱となり、金城天皇の中華人民共和国訪問をためらう、宮沢に、天皇訪中問題について決めるべきはごちゃごちゃ言わず、早く決めたまえと葉っぱをかけるなど、苦らした。長く国会対策委員長を務めて日本社会党議員と交流し、社会党との連携で、党内対立を制する手法を身につけた。1980年代末から、自民党と社会党を解体、再編成して、政権交代する二大政党を作るいう、政界再編構想を抱くようになった。特に、多種手にで割れるという絶妙の妥協案は、金丸国体とまで評されるほど絶妙なものであった。1990年、日本社会党のつてを頼り、田辺誠らと訪朝団を編成。団長として、北朝鮮を訪問する、金丸訪朝団。金丸と、金日成は、日本語を用いて差し出対談を行った。しかし、やりとりが文書として残っていないため、一体何を話したのかが謎となっている。この空白の数時間の間に取り決められたと言われる約束が日朝の交渉において、しばしば金丸さんが金美主席と約束したという形で北朝鮮側から持ち出されることがある。この時自民党の代表として国交正常化や統治時代の保障とともに、南北朝鮮分断後45年間についての保障という約束を自民党、社会党、朝鮮労働党の3党で交わした。この約束は帰国後、同下座外交と批判を浴びた。この時、1983年に北朝鮮兵士便降級の亡命事件に関連して、北朝鮮にスパイとして拿捕され7年間服役していた第18富士三丸の日本人紅優船長と栗浦義興艦長の2名の釈放、帰国についても合意し、こちらは実行された。1992年3月、栃木県足利市で山岡健二の応援演説中に右翼の銃撃を受けるが、弾丸はすべて外れ、金丸は助かる。同年3月25日に、世界キリスト教統一神霊協会教祖、文鮮明が、特例措置で14年ぶりに、日本に入国した。アメリカで脱税により1年以上の実刑判決を受けているため、それまで、出入国管理及び難民認定法の規定で、入国できなかったが、北東アジアの平和を考える会という国会議員の会合に出席する名目で、田原孝法務大臣から上陸特別許可が下りた。法務省入国管理局が金丸から打診があったことを認めたため、金丸が法務省に対する政治的圧力をかけたのではとの疑惑を生んだ。同月31日、金丸は都内のホテルで文鮮明と会談を持った。同年の埼玉県知事選挙では、旗輪の後継をめぐり、公示直前で、土屋義彦の支持を撤回し、山口敏夫を担ぎ出そうとしたため反発を浴びた。結果として、土屋は埼玉県知事に当選した。また金丸は首都機能移転の推進論者であったといい、反対派の石原慎太郎を強く批判している。1992年8月、朝日新聞の報道により、東京佐川急便から5億円の闇献金が発覚した。同年8月27日に自民党本部で緊急記者会見を行い、副総裁職の辞任を表明し、事態の収拾を図った。しかしこの記者会見は、綿貫民介幹事長の外遊中に行われただけでなく、竹下派経政会の佐藤盛義事務総長が独断で仕切って行われたものであった。当時、同党総務局長を務めていた野中博夢はこの日、たまたま党本部に出勤していて、金丸の緊急記者会見が行われることを知り、驚いて、副総裁室に駆け込み、金丸と佐藤に、綿貫幹事長不在で、副総裁の進退に関わる記者会見をやるのは、おかしいではないか。中止してもらいたいと迫ったという。しかし記者会見は行われ、宮沢喜一政権に大きな衝撃を与えることになった。佐川問題における、竹下派内の対応は裁判で徹底的に戦うことを主張した小沢一郎に対し、竹下側近の梶山清六は略式起訴での決着を主張するなど二分する形となった。小沢戦略なら論理は一貫しているが、長期的な体力が必要で、党のイメージダウンも長く続くことになり、梶山戦略は短期で決着がつくように見えた。しかし、結果的に両者とも世論の動きを読み切れていなかった。結局、対応に小沢、梶山の二股をかけたことにより、両者の対立は決定的なものになり、派閥は分裂へと進んでゆく。東京地方検察庁特別捜査部は金丸に事情聴取のための出頭を求めたが、金丸はこの要請に応じずに政治資金規正法違反を認める上申書を提出するにとどまった。結局、東京地検は金丸に事情聴取せず、1992年9月28日に同法違反で略式起訴した。翌29日に金丸は東京簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けた。逮捕もなく事情聴取すらせず、5億円の賄賂に対するわずか罰金20万円という、この決着に地検は国民から凄まじい批判を受け、検察庁の表札にはペンキがかけられた。当時、札幌高等検察庁検事長だった佐藤道夫が朝日新聞に検察の対応を批判する読者投稿をし、異例とも言える身内の検察からも批判的な意見が公に出た。刑罰の軽さに批判が大きくこうした世論の反発の強さから、金丸は10月14日に衆議院議員を辞職、竹下派会長も辞任することとなる。一方、東京国税局は、金丸の妻が死亡した際に受け取った遺産に着目、日本債券信用銀行、日債銀、現青空銀行の割引金融債、割信の一部が申告されていないという事実を突き止め、日債銀内では、金丸を、灯籠紳士のコードネームで呼び、申告漏れに協力していた。1993年3月6日、東京地検は、金丸本人と秘書を任意に呼び出して、聴取を行い、同日脱税の容疑で逮捕した。後に、自宅へ家宅捜索を行ったところ、数十億の不正蓄財が発覚する。捜索の中、時価1000万円相当の金塊が発見された。金丸が訪朝の際、金日成から受領した無刻印のものと風評されたが、実際には刻印のある法内印、純度 99.99% の金であったとされる、朝日新聞記者の村山治、特捜検察 vs 金融権力。逮捕されて2年後あたりから、金丸の体調は持病の糖尿病により悪化し、左目は白内障によりほぼ失明しながらも、本人は最後まで裁判を続けるつもりで月に一度から二度裁判のために甲府市から東京地方裁判所へ通っていた。しかし、金丸のあまりの体調の悪化を心配する家族の申し出により、1996年3月に裁判は停止し、その1週間後の28日に金丸は脳梗塞で死去した。没後10年目の2006年3月28日、金丸新先生を偲ぶ会が、金丸の後援会である、久し親会の元会員などを中心に設立された。また、同年4月2日には、出身地の南アルプス市に、高さ約7メートル、幅約2メートルの金丸新先生顕彰碑が設置され、同日には、自由民主党国会議員をはじめ、県知事、県議、県内の市町村長など、360人が出席し、式典が行われた。島根県選出の竹下登とは年齢が10歳違うが、衆議院同期当選で多くの共通点があり、次第に盟友となっていった。金丸の長男と竹下の長女は結婚し、共通の孫までいる関係なのは有名である。これらの共通点から、田中派内では、金丸、竹下と常にセットで呼ばれていた。当初から、竹下は総理大臣、金丸は衆議院議長を目指していたとも言われる。新人議員の頃は、東京から選挙区が近い金丸の地元山梨から来る多くの陳情客を待たせるのに、竹下の議員事務所を使っていたこともある。竹下の選挙区は、東京から遠い島根ということで、陣笠議員の頃は、陳情客も少なかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。